こんにちは、 AKB48 チーム B の富山県出身ハルピョンこと橋本ラナです。こんにちは。ちょっと髪の毛が面白いことになってますけど、こんにちは。やっほー。今日はチーム B 公演があります。イエーイ。 B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  いつか人が指さす眩しい星に。めっちゃ眠い。今日は奈々の生誕祭でございます。イエイ。ほとんどオンデマには映らない気がするので、皆さんぜひオンデマをしっかりと見てて、むしろね、しっかり見てハロピョン映るかなって楽しみにしてていただけたら嬉しいなと思います。もう今日のあれには、客席にはピョンズはいないと思って、私は参加します、劇場に。はい。だって他のメンバーの生誕だし、私の生誕もしばらくちょっとした後に控えてるので、もう今日はいないもんだと思って、はい、生きていきたいと思います。なんか甘いもん食べたいなと思って、そう、でも今スープパスタみたいなのを食べたんですよ、インスタントのやつ。そうだから、これ食べ過ぎたら良くない。今日は水をたくさん飲む日にしたいと思います。って言ってまだ今日一日でこんだけしか飲んでません。まあ、でもスープパスタ飲んだから、スープも飲んだことになるから、あれどんぐらいの水の量なんだろう。200ミリぐらいはありますよね、大体ああいうのって。だからこれを飲み切ったら500飲むことになる。頑張る。今日は水を大量摂取するよ。
雨止んでよかった。雨止んだの？うとうさん、たい焼きありがとうございます。ありがとう。え、加算しちゃダメなんですか？水、水分ダメなのかな。スープ、スープ加算しちゃダメなの？スープは飲み物ですよね。はい、そう思う。私も「カルピョン加算」なら OK じゃあ OK。 バッチリです。言ってみっちゃのバナーをつい押しちゃいます。え、押してください。もういっぱい見てほしい、みんなに。うん、みんなにいっぱい見てほしいなって思ってます。こんにちは。今日寒いかな。長袖にする？どうしよう。あの、もちろん半袖だけで行く気はないですけど、半袖着て上から何か羽織っていくつもりでは いるんですけど。寒いかな。誰も答えてくれないうまいとか超今じゃない。頑張ってください。定型文すぎる、みんなの返答が。
どうしよう。肌寒いかな。でもリハしたら暑いか。じゃあいいや。なんかあったの？ねえ、ひどい。ひどすぎる。アルピョンが今日寒いかなってみんなに聞いたんですよ。そしたら定型文でうまい、かわいい、もう違うやんっていう話。みんながちゃんとコメントしてくれないって話。うん、ひどい。みんな気温の感じ方には個人差がある。え、だからみんなの気持ちを聞きたいの。みんなは今日寒いよって思ったら寒いって送ってくれればよかったし、暑いって思ったら暑いって送ってくれればよかったし、半袖でいけるよみたいな、みんなのその状態を知りたかったけど、もういいや。うん、どうしようかな。半袖、まあ上に羽織れば寒くないかな。でも夜ですもんね。確かに湿気で電車モワモワしてそう。それはやだ。羽織るものは必要だよね。湿度やだ、湿度やだ。東京都世田谷区は薄手の薄めの長袖で OK えぐい、ありがたすぎるマジ東京都世田谷区だったらそれでいいってことね。でも劇場は千代田区だから、そう、薄手の長袖じゃ無理かもしれない。なんか朝からズーンってなってるんですけど、低気圧からだからですか？これは。なんかズーン、低気圧ですねきっと。
やだやだ。甘いもの食べたいなと思って前にいただいた焼き塩チンスコウがあるんですけど、でも今めっちゃなんかこういう気持ちじゃないんだけど、でも甘いもの食べたいから食べます。あと食べないと多分賞味期限来る。やっぱ違うな。今の気分じゃなかった。今はなんかさっぱりとした甘いものを食べたい気分だった。なんか甘々これって開けといても平気かな。ちょっと甘すぎた。さっぱり系がよかった。違いました。まあでも開けたし食べるか。気持ちは違うんだけど、違うわ。やっぱ違うわ。すみちゃん、たいやきちゃん、ありがとうございます。でも一応そう2本入ってるから1本だけ食べきっちゃう。すごい、たい焼きちゃん無料のですよねこれ確かに。朝日さん、つっちーさん、ありがとう。ぜひチャレンジから皆さん投げてください。
マジハートありがとう、ありがとうございます。これたい焼きのやつってなんかまたチャレンジみたいなあれあるんですか、なんかなんていうんですか、イベントこれ達成イエーイこうなるよみたいな。20万ポイントでフルーツ大、うん、フルーツ大福か、食べたいけどね。何期間ってどれぐらいですかでも自分で調べるなって感じだよね、申し訳ない。期間ってどれくらいなんだろう。13日、あ、4日しかないんだ、えぐ。で18日、どっち、どっちが正解。18日までだそう。あ、じゃあ13日は嘘、じゃあ18日まで、さすがに4日ではないか。18、1週間ちょい、10日ぐらいある。10日で20万ポイント、私の配信の目安どんぐらいできるかな。なんかそれこそそのギフトをくださるんだったらこっちでみたいな感じかな。別になんか達成したい、絶対に達成しないと私はもうやっていけませんみたいな感じではない。達成したらいいよね、ハートとかくれるんだったらこっちがいいなぐらい。あ、別にそうかな。ちょっと待ってね、今18日までの予定を見てます。あーでも意外とできるんじゃない、配信。お話し会、お話し会、仕事、公演。13日がどれくらい配信できるかにもよるか。にゃーこさん、まちゃるさん、何この緑のたい焼き、緑のたい焼きだ。ありがとう、緑のたい焼き。なんか何味なんだろう、抹茶味かな。今はさっぱり系の甘いものが食べたい気分。うん、てかめっちゃここがめっちゃ痛いんですよね、昨日も言ったけど。なんでだろう。ずんだたい焼きかもよ、だって。ずんだたい焼き左なの。でもなんか腫れてるとか赤くなってるとかもなくて、ただなんか痛いみたいな筋肉痛そう、左手のここ。右手だったらね、物書いたりしたとかなったら、いやまあ全く物書いてないんだけど、書いてたりとかしたらあれかもしんないけど、右手なんだよね。左手の、そうだ、今日マイク持てないかも、やばい。マイク持つぐらいはできると思うけど、多分。あとアドレナリン出て痛みなくなるし、私本当に、私ステージ立ってる間本当どれだけなんか体調悪くても元気なんですよね、すごい。
アドレナリン。思春期のアドレナリンです。逆の手で持つのは無理ですか？私振り踊れなくなる、振り踊れなくなる、困る困る。今日どうしよう、髪型迷っている。マヨネーズだ。待って、配信したあとももう全然時間あるからしようと思ったけどさ、やばい今眠すぎる、どうしよう、寝ようかな。いやダメダメ、寝たらなんか踊れなくなりそう、気持ちがダメだ、起きよう。なんか配信するといつも眠いんだよね。あ、確かにさっきご飯食べてたからかも。ご飯、スープ、パスタ。あ、なんか飛んでる飛んでる、緑のたい焼きが。マッツさんありがとう。多分ご飯食べてから配信したりすることが多いからかも。なんかお腹空いちゃうから、ちょっとだけでもなんかお腹に入れて配信しようって思うことが多くて、そしたらお腹いっぱいになって血糖値上がって眠いみたいなそうだと思います。安心、変身、安心ということ安心はまだ意味わかるね。うん、私ってほんと血糖値ぐん上がる。ぐん上がったらダメなんでしたっけ、血糖値って。ほんとにぐん眠くなるんですよね。ダメなんだ。体がダメなの？何がダメなんだろう。でもこれは血糖値がぐんって上がってんのか、ただ私が眠いだけなのかそういつもわかんない。
でも別に野菜とかから食べてもいつも眠いから変わんない気がする。そういう人間、私の血糖値の上がり方がそういう上がり方。調べよう、血糖値上がりやすい、ご飯食べたら眠くなる、糖尿病症状やばい。やばい、待って、まだ早くない？マジか、どうしたらいいんだろう。糖尿病にかかりやすいかチェックリスト。妊娠中に血糖値が高いと言われたことがある。まず妊娠したことないからわからない。2、家族や親族に糖尿病の人がいる、知らない。3、夕飯時間が遅く極端に多く食べるかもしれない。4. 食べ過ぎている。うん。 5. 太っている。 6. 脂っこいものが好き。 7. 甘いものが好き。 8. お酒をたくさん飲む。いや、それはそんなこと。 9. おやつを必ず食べ、必ず。 10. ドリンク剤をよく飲む。 11. 野菜海藻類をあまり食べない。 12. 朝食を食べない。13. 食事不足が、食事時間が不規則。 14. 運動不足である。 15. ゆっくり休めない。 16. ストレスが溜まっている。 17. 40歳以上である。やばい、3から8が1つ以上、2つ以上、え、2つ以上なんだけど、余裕で。9から13が3つ以上。食事時間、野菜、朝食、ドリンク剤、あ、もう4つ当てはまってる。3から8が2つ以上。あ、そんなことないかも。でも意外と、16から14が1つ。23で糖尿病ですか？え、こういうのってどうやったら検査できるの？え、やだやだやだ。血液検査ですぐ分かる。そうなんだ。
そんなわけないですよ。言うて多分普通に眠いだけ。こうやってネットってね、ほんと良くない。ネットって人を不安にさせる。そう、良くない。勝手に自分で診断して勝手に不安になって。アシュラさん、緑たい焼きありがとうございます。そうなんですよね。寝不足はある。普通に寝不足はあるから、多分どうでもいい。そんなわけないし。23歳のイタイケなこんな可愛い女子が、そんなわけない。寝不足、寝不足と寝不足。野菜食べよう。野菜食べよう。マックミックさん、ハートありがとうございます。配信中にいつも眠くなっちゃうのは、配信前にご飯食べてのんびりしちゃうから、だから眠くなる。野菜食べます。でも今日はご飯を絶対持って帰ってくるから、公園の時に出るお弁当だから、って感じ。そのご飯見て決めます。焼肉弁当はやだ、無理、胃もたれ、胃もたれしちゃうから無理。オムライスもなんか、オムライス好きなんですけど味が変わんないから、ずっとオムライスドーンしかないから、そうだからもっとなんか色とりどりのお弁当が食べたい私は。
ムライス好きなんだけどね、私もめっちゃ。そうだからなんかオムライス好きだけど、そんななんて言うんだろう、定期的にオムライス出さないでほしいかもすごいなんかたまに出してほしい。そうオムライス好きなメンバーはねいっぱいいるからありがたいんだけど、そうそうそう、結構あのオムライス量多いから味変わんないし、うん、ちょっと胃もたれするめっちゃ好きなんですけどね、オムライス自体はテンション上がるんだけど、むずい。ちょっと待ってね、今爪が急に爪を剥ぐアイドル。オッケー、勝也いいね、勝也にしてほしい。確かに勝也の梅の半分でいい。でもめっちゃ多いから 40g ロース、なんか長野でイベントあった時にお弁当がカツ丼じゃない、カツ丼じゃなくはないのかな、え、わかんない、なんて言うんだろう、カツとご飯みたいな、なんかなんて言うの、カツ屋のカツ丼みたいな感じじゃなくて、もう普通にとんかつ揚げてありますみたいなのとご飯だったんですね。そうで、なんかロースとヒレが選べたんですけど、なんか私はめっちゃ考えた結果、やっぱり私がいつも食べてるカツ屋のカツ丼梅は 80g ロースなので、いやこれはロースにしようと思ってロースにしました。ごめん超どうでもいい話、うん、ご飯残しますだって。待って、ご飯残すはマジでもったいない、無理無理。お腹いっぱいだけど私は食べますよ。無理です、ご飯をなんて言うんですか、先に言える、言えないのかな、ご飯少なめでとか、うん、健康のためだって。無理無理、やだ。だって私たちは普通にご飯にありつけてるけどさ、ご飯にたったこれだけがさ、これだけでももらえる人、なんて言うんですか、そのご飯が食べれただけで幸せになる人だっているじゃないですか。で私たちの目の前に出されたものってもう捨てちゃうじゃん、お店側は。だから絶対にもったいない。え、出てきたものは基本全部食べます。ただやっぱりそのなんて言うんですかね、苦手なものとかもそれあるじゃないですか。そう、苦手なものとかもあるんですよ、そりゃ。そういうのは食べれる人にあげたりとか、
そうだから私はだいたいそのなんていうんですか、ご飯屋さんとかに行ったらドーンって出てきて漬物とか出てくるじゃないですか。で私漬物苦手なので、すごいなんか最近はねちょっとずつ得意になってはないけど食べれるようにはなってきたんですけど、やっぱ漬物どうしても苦手なのでママにあげたりとか。そう、あ、そうですね、結婚条件もう一つ追加で、家と車、あとは私よりもご飯を食べてくれる、私が食べれないってなった時のご飯を食べてくれる人、大事、これ大事。そう、やっぱもったいないじゃんご飯が残っちゃうのは。そうです、不健康とかじゃない、もうそういう問題じゃない、うん、だったら健康なものを食べればいいだけだし。そう、違う違う、からなんて言うんですか、もったいない、もったいないババア、マジでマジもったいないババア。本当にそう、あ、いいね、食べることが幸せ、確かにご飯を食べることにちゃんと幸せを感じられる人、残すと不健康は違う、どういうことだってことは、残さないから健康は違うってことですよね。あれ、私と意見一致、お美味しく食べて運動すれば、あー確かにそう、私はご飯を食べてる時と睡眠寝てる時は一番幸せなんですよ。あ、あとアイドルでステージ立ってる時そうだから、それそうです、私結構食べますよ、なんかめっちゃ言われる、なんかぴょんちゃんってそんななんか細いのによく食べるねみたいな、めっちゃヒカルンにめっちゃ言われてた。あとはヒカルンからは、ヒカルンになんか絶対なんかどっち食べたらいいかなってコンビニとかで、え、なんかどっちも美味しそうなんだけどどっち食べたらいいって聞かれたら、あの絶対にキロカロリーが多い方を勧められてました。でめっちゃ食べます、私本当に。そう、それ食べて運動すればいいんだからって言われてた。わかったこっちにするそう、小食どうなんだろうね、小食、うん、でもめっちゃ食べられるわけではないよ確かに。でもな、むずい、マジで時と場合による。でもなんかよくいるじゃん、ご飯残し、ご飯だけ残してタンパク質だけ食べてとか、それこそなんか
油揚げ物の油の皮の衣だけ剥いでみたいな。でもそれはマジで意味わかんないって思います。思いながらなんか食べてるいつも。やばみたいな。この人とご飯行きたくないなって思いながらそう、うん、この人とは絶対ご飯行きたくないなって思ってる。そういうのを見ると、うん、回転寿司でシャリを残す。あー、なんかさ、シャリハーフとか今あるじゃないですか。そう、ああいうのをすればいいのに、なんでシャリ残すのってなるね。確かに。やばい、こうやって今私は敵を増やしてるかもしれない。でも違うんだよね。ラーメンを小さい器に小分けするのはありなし？小分けしたラーメンはもう一つは、それはどうなりますか？誰かがちゃんと食べるんですか？だったらいいんですけど、小分けしたラーメンのこっち側は誰も食べないのは意味がわからない。そう、ちゃんとどっちも食べるんだったらもういいよって感じ、うん、こんな感じですかね。食べ残しに厳しいいやだってもったいないじゃんって思っちゃうんだよね。私だけなのかな、うん、食べ残しどころかおかわり、お、いいね。家と車はありますか？結婚しようとしてる私やば。まあでもすごい、どっからこんな話になったのかちょっとあんま覚えてないんですけど、そんな感じです。今日のお弁当の話、あ、今日のお弁当なんですかね。とりあえず楽しみです。なんか前に何の時か忘れちゃったんですけど、なんかの時に差し入れでなんかハーゲンダッツをいただいたんですよ。でそれを食べてた時に峯岸さんの卒業コンサートのリハかなか忘れたけど、まあ、食べてたら、でヒカルンにめっちゃ美味しいみたいな話してて、え、マジでも今一番幸せみたいな話してたら、なんか全然別の時にひーちゃんに、なんかはるちゃんってこの間ハーゲンダッツ食べてて今一番幸せって言ってたよねみたいな言われて、え、なんかごめんって思っちゃったそうそうだよねって
ストイックに生きなきゃいけないよね、ごめんって思った。そうそうだよね、気をつけるって。思った。食べるけどアイス。でも本当に美味しかったの。なんかもう結構ずっと踊って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 レッスンの後のハーゲンダッツだったから、もう本当に幸せだなって思って食べてたら、すごい全然違う時に、そう言われて、あ、確かにごめんって思った。そう、気をつけてんだろうな、いっぱいって思いながら、ごめんって思いました。私左手の方が細いらしい。うん、そうなの。右利きあるある。そうなんだ。やっぱ筋肉使うからってこと？左利きのイメージだった？えぐいえぐい。天才肌じゃん、左利き。もう水あとこんだけ、すごいめっちゃ飲んだ、こんなに飲んだこの1年間ぐらい、1年間じゃないや、この30分ぐらいめっちゃ飲みました。牛丼を食べるときだけは左で食べます。どういうこと？どういうこと？そんなあれがあるの？風習？自分の中の。なんで？めっちゃおもろい。それめっちゃ詳しく知りたい。あと二の腕痩せたい。どうやったら二の腕痩せるんだっけ？なんか見たんですよね。そう、なんかこうやって見たらさ細く見えるけど、こうやって見たら太いんですよ私。だから要するにここに肉が溜まってんの。やだ。さとみなちゃん元気になったのかな。
今日公演だけど。今日なんだろう。まあ、元気だから今日出るんだろうけど。元気だといいな。じゃあ、この時間の5000人までってどれくらいなんだろう。あと1000人、あと1時間。うん、それは無理だ。それは無理だ。あと15分くらい。いやでもギリギリに行くのも怖いよな。劇場って何持ち物いりましたっけ？メイク道具ぐらい？メイク道具だけでいい？だったらもういける。からギリギリでも大丈夫そう。財布入れてない、うちカバンに。やば、危な、危険。肝炎。財布なくてもいいんだけどね、最悪。全然IC カードがあれば。スマホは絶対持っていく。スマホと耳イヤホンと、メイク道具ぐらいか。靴下。待って、靴下と
したイヤホン、今からやらなきゃいけない、あと財布ね、靴下、イヤホン、財布、今からやらなきゃいけないもの、靴下、イヤホン、財布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 、みんなはペンライト、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 よろしく。あとハルピョンのうちわ、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 うちわ5枚もあったら絶対邪魔だよね、劇場で絶対1枚で十分。隣の人のご迷惑になる行為は絶対に危険な上、他のお客様の何でしたっけ、お席に立って移動する行為は危険な上、他のお客様のご迷惑となりますので絶対におやめください。携帯持った、携帯も持った、 OK。靴下、イヤホン、財布、バッチリ、終わろうかな配信。あと700人なんだけどさ、私が不安だから終わります。この早めに行こう、ということで10分で300人ぐらい、あと20分したらもう無理、あと靴下、イヤホン、財布忘れる、行ってきます、劇場で会いましょう、靴下、イヤホン、財布。それではランキング読みます。1位アシュラ@お腹すいたーさん、食べてください。2位にゃこさん、ありがとうございます。3位すみちゃんさん、ありがとうございます。4位まじさん、ありがとうございます。5位すーさん、ありがとうございます。6位まるさん、ありがとうございます。7位まじかなバナナさん、ありがとうございます。8位エレメンツさん、ありがとうございます。9位あちゃるさん、ありがとうございます。10位ベベモンさん、ありがとうございます。11位ツッチー、間違えた、フナエモンさん、ありがとうございます。12位ツッチーさん、ありがとうございます。13位なーにゃかみ、んねもどっちなんだっけ、忘れちゃった、ありがとうございます。そして本日のラッキーナンバー88位じゃないや、4426人なので26位、流れ者さんです、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。それではまた、今日の DMM で
まあ劇場多分みんな当たってないと思うけど、公演でありがとうございました。それでは、また夜多分配信、その時ドブオンタイムすると思いますのでよろしくお願いします。またね、バイバイ、ありがとう、さようなら。